単刀直入に申し上げます。シド君、私とデートしてください。お断りします。今のは幻聴かしら。確かにシド君がお断りと言ったように聞こえたけれど、やはり幻聴ね。カフェテリアの喧騒に紛れて正しく聞こえなかった。そうに違いないわ。改めて申し上げます、シド君、私とデッ、だから行かないってば。え、なぜですか。逆になんでデートの申し込みをされるのかの意味が全くわからないんだけど。それはあなたと思い出を作りたいから。近いうちに男性をエスコートすることになりそうな用事があるのです。そうなんだ。王族だと何かとそういうこともあるよね。その練習に付き合っていただきたいのです。ちょっと何言ってるかわかんないかな。最後までお聞きください。ここが正念場よ、ローズ。絶対にシド君をうなずかせてみせる。相手はオリアナ王国の臣下なのです。私がよなれているという姿を見せる必要はありませんが、主導権の全てを握らせるわけには参りません。学園内にはこの手の作法についてのカリキュラムもありますが、事件のせいでそれも受けられなくなってしまいました。このままでは一国の王女として、一人の淑女として、私はもう不安で不安で。ああ、我ながらなんて口の回ること。デートしたいということ以外、すべて嘘ですけれども。なぜだかわからないけれど、すべてを見透かされているような気がするわ。どうしたら。この機を逃したら、きっと永遠にシド君とはデートなんてできない。本当は今すぐにでも全てを投げ出してこの運命の愛に身を投じたいというのに。たった一日愛するシド君とのデートをすることすら私には許されないというの。ちょっと荷が重そうだし、それじゃあ僕はそろそろ。待ってください。何をしているの、ローズ。引き止めるならば相応の言葉を口にするの。でもどうしてなの。シド君のキラキラ輝く星空のように美しい目を見ていると、とても嘘を重ねられない。だけどこのままじゃ、私はな。に、なんか生徒会長が泣いてる。あいつが泣かせたのか。誰だよあいつ。わかったよ、わかったから顔を上げてよ。ではデートしていただけるのですか。うん。だからちょっと泣くのはやめてもらってもいいですか。めちゃくちゃ目立っちゃうので。私嬉しくて。それでも泣くの。生徒会長を泣かせてるぞあいつ。マジなんなんだよあいつ。ああ、結局目立っちゃってるし。先ほどは
取り乱してしまってごめんなさい。あー、うん、大丈夫だよ。その優しさに感謝します。気を取り直して楽しいデートをいたしましょう。うん、そうだね。気になるの？あ、はい、少し。じゃあ入れば？ですが。見たいんでしょ？これがペットショップというものなのですね。来るの初めて？はい。この子たちに触れることはできるのでしょうか？店員さんに言えば多分。すいません、この子犬を抱っこしてもいいですか？え、あのシド君。はい、今ケージから出しますね。どうぞ優しく抱っこしてあげてくださいね。だって。そんな心の準備が。でもとても可愛いですね。それに温かい。飼ったことないの？ええ、これからも飼うつもりはありません。でも動物好きなんでしょ？どうしてわかったのです？さすがにわかるよ、そんな嬉しそうな顔してたら。そうですか。小さなこの子たちをとても愛おしくは思います。ですが私は王女ですから、国と国民を背負う義務がある身で、自分勝手に命を預かるような真似はとてもできません。責任感が強いね。王家に生まれたならば当然のことです。私が特別責任感が強いということでもないのですよ。ふーん、そんなものなのかな。もうちょっと自由にやればいいのにと思うけど。それができたらどれほど素敵なことでしょうか。今日はありがとうございました。私のわがままに付き合ってくださり感謝いたします。それではまた。願わくば次に会う時もまだ私らしい私でいられますように。また泣きそうな顔してたけど、今度は目にゴミでも入ったのかな。